どうもこんにちは。ビッグボーイと。こんにちは。ビッグボーイと。ビッグママです。はい。いや、やってきたね。マインクラフト、マインクラフト、プレイステーション4エディション。ね、祝日本版発売ということで、3ヶ月前から僕は持っていたけど、バージョンが合わないっていうことで、泣く泣く日本版を買うことに。バカだ。ね。ちょっと待ってはいいない。2人でこの、素晴らしきこのビッグワールドを築いていこうと。思うんだよ。建築センスのないこのテニスプレイヤーとこの歯がめっちゃ。いや俺は建築センス抜群だぞ。おい。ね、ちょっとね、マインクラフト我々パソコン版もね、結構でそこまでもやってないかもしれないけど、まあ経験はしてるって程度で、ね。ちょっと初心に戻ってね、このマインクラフトのね、ちょっと何でね、根本的な面白さを味わおうじゃないかみたいな。いいね。まあこのワールドで忘れてね。やっていこうか。でコンセプトがね、最終的に何を目指すかと、それがまだ決まってないんだよね。だから決まってないから、まあとりあえずね、まあ、決まってないと言いつつも、我々まだパソコン版でも、一回もあの、ジエントとかに行ったことがないと、あ、ないね、いうわけですよ。だから、最終的にはね、ジエント行きたいなとか、行きたいなとか、壮大な計画だな。あとまあ、もしもこの動画にコメントしてくれる人がいるなら、そのコメントで、何々してほしいですとかを参考にするだとか。も考えてなみたいな、リクエストがあればねお願いしたいねみたいな、まあ、それではまあ早速木とか切ったり資材を集めたり、うん、ちょうど羊がいるからさ、羊がいるからね、ベッドがね、なんとまあいい地形なのでしょうって感じで、まあとりあえず、まあ、とりあえず木を、ジャングルとかがすぐ近くにね、ジャングル近くってなんか微妙な感じあるけどね。あ、馬いる。お、あ、当たった。おお、ジャングルの木切るの？なんかやだな。なんか普通の木入って、普通の木。あの馬かっこよ。普通の木。普通の木周りジャングルじゃねえな、かなか。あ、待って、キノコバイオームがあるよ。どこに？こっちこっちこっち。さすが、マップが小さいだけあってね。出現率が高いと、高いっすな。キノコバイオームがありました。あ、で、地図を持ってるからちょっと。可能な限りこの辺のマッピングはしといて、なんかすんげえ山岳な上に木があんまりないんだな。なんと微妙な地形。あ、木あった。ちょっとしょね、ちょっと植えていきますか。苗もう増やして植えて。いや、お前もだよ。え、俺もか。でさっきのあの木が少ない平坦なところらへんにね、ちょっとした仮拠点。はい、本当に簡易的な感じで、超簡易的な、おっせんだよこれ。ちょっと苗木もちゃんと可能な限り出るならば、苗木ぐらい出るでしょ、無限に出るでしょ。あ、リンゴが出た。ちょっともう腹が減ってる。リンゴ、苗木が全然出ない。ちょ、リンゴしか出ない。苗木が一つしか出てこない。二つ目、三つ目、はい、来た。いや、三つあればいい。苗木が二つ。ちょっと圧倒的気不足だな。近くに雪のとこもあるんじゃん。雪降ってるとこもあるんじゃん。雪原バイオム？いや、入ってるんだよ。石炭もすぐそこにあるしね。まあいいんじゃないですか。最初始めるのには別に。とりあえずある程度木を集めて。いやね、お前ちょっと苗、苗木狩りしといて。オッケー。する前に原木何個ぐらいいる？ 20 個ぐらい取っとくか。原木はまああればあるほど困ることはないと。俺の好きな鶏がいるな。鶏育てるの趣味だからな。そのね、おいおい、作業場、そう、作業箱だ。あの、僕、北米版やってたからね、丸バツがひっくり返ってたから、ちょっと妙にね、ボタン操作を間違ったり、ああ、そうなんだ。するんですがな。何作ろうとしたんだっけ。とりあえず、剣を作って、わ、剣をよこぜ。いざ突撃。剣をよこぜ。あ、剣をよこぜ。剣と、よこぜ。ツルハチ、ツルハチと、まあ、クワ以外。まだクワいらないね。剣をよこぜ。お前も毛をよこぜ。
あ、子馬がいる。すげえ。いいじゃん。おう。つい最近これが日本でリリースされたと、されたぐらいで、同時にアップデートも来て、ちょうどその時に馬とかも追加されたらしいと。おう。パソコン版のね、バージョンがもうどんどん進んでってね、もう何が何だかわからないと、例えば海底遺跡ができましただとかが、すげえな。たりして。俺らが真面目にやってた頃は考えもしなかった。ちょっと石も少し。そう、石いいね。石を少し集めよう。お、探検できそうなとこあるよ、この辺に。本当に？うん。とりあえず仮拠点付近の雑草を木植えとこ、早いとこ。そっか、これはちょっと早いところあれだな、植林場が必要になりそうな。近場の木で、川の木全部切って、そうだね、34個かな今のとこ見物が。とりあえず種をたくさん集めて、ちょっとした畑も早く作成して、食料問題を早く解決。てかベッド、馬めっちゃいるじゃんベッド2つ作っちゃうか。あ、木が足りない。どこや君は。 リスポーンした付近にいるぞ。地図を見ろ。あ、サトウキビある。あ、黒馬もいるし。はいはい。日が落ちてって、すぐ寝たらモンスターが湧くことはないから、早いところ木材をちょっとベッドを作ろう。まず1個。テスト作るか。木材を少しくれ。テスト作って、木材。オッケー。ベッドベッドベッド。はい。あ、なんかずれてまだ寝れない。ミスった。置く場所ミスったよいしょ。いや、ちょっとセンスないわ本当に。わあ、入った入った。よし、早いとこ寝るぞ。寝ようか。はい、どんな置き方だ、チェスト。いいだ。あれ、寝れない。ちょっと待って。おい。まだ夜じゃないの。寝れた。よし、寝ろ。はい。あ、はい。はい、おはよう、日本。おはよう、日本。それじゃあ、ちょっとね、石をここからちょっとえぐり取ろうかな。サトウキビあるじゃん。石をここからえぐり取って、どっか遠出して木材を取ってきてもいいんだよ。じゃあまずじゃあジャングル斧作るわ。じゃあジャングルがすぐそこにあるから、ジャングルの木材でもいいけども。ジャングルの木材が浅いからさ。もう斧2つぐらい。じゃあちょっと切ってくるわ。オッケー。飯がね、飯なんだよね。飯ごめん牛、許して。おい、いない、もう逃げんな、逃げんな。ちょっと畑作る。逃げんじゃないよ。あ、逃げんじゃないよ。畑作るにも水が今ないのか。じゃあ、とりあえず、牛を。牛、うん、お肉。食材にはね、困らなさそうだね、この辺、結構いるから。食材問題も早く解決せねば。牛まで。ちょっと牛めっちゃ逃げんだけど、なんだ、お前。よし、あ、皮もゲット。いいや、もう。トウキビがある。本当に平坦。というか、なんというか、あ、茶色い馬もいる。ちょっとあんまり走んないようにして、あー、こういう木ができちゃったが、あ、じゃあこの木はちょっと取っとこう。おう。普通に一本が綺麗に伸びていくっていう木じゃなくて、ごちゃごちゃした作り方が。生え方するあの木。ああ。とりあえずちょっと石を
さっさと石をゲットして、どんどんね、食材、じゃあ、空腹が増えてって、体力とか減ってったら、もう自殺しちゃえばいいしね。正直、序盤だったら。何も失うものはないからね。ちょっともうちょっとベッドの位置ずらそう。まあ、動画でもね、こういうほとんど作業風景ばっかりだとね、本当に、なんだろうね、訓練された人じゃないとね、視聴続けることがね、不可能に近くなってくるからね。まあ、動画外でも、ちょっとずつ作業はして、まあ、まあ、可能だったら全カットして、もうバーンとかね、そういうことをね、していこうじゃないかと。まあ、洞窟探検とかはちゃんと、動画でやってと。よいしょ。さあ、石がまあまあ集まったけども。黒馬がかっこいいな。とりあえず、斧作って、ちょっとジャンゴーの木を切った。あ、ここ入った。死にげるな。君は俺の餌だ。ほんと馬たくさんいるな。な。すげえ。あ、てかそろそろ体力じゃないや。腹減り度が。腹減り度空腹度が。まあ、ゲーム基盤のマイクラの何がいいかって、レシピを覚える必要がないっていうね。うん、いいね。フィッシュマンしょっちゅうレールとか、その辺全然普段作れるようなものじゃないから、すぐ忘れるんだよね。よいしょ。はい、で。さあ、そろそろもう、空腹度がやばいから、ちょっと、身投げ、かな。ほう。全然食らわない、これ。よーし、復活。これで払えば、あ、それ切っちゃうの切るよ。せっかくなんか、良さげなところに入ったから。切るよ。あ、ちょっとこれだけ残す。これだけ残す。半端を残すんだったら、切っていいけど、なんだこれ。ちょっとかまどを一つ作った。ああ、いいね、いいね。ちょっと木炭を作ろう。あ、木炭、やっぱ木炭いいや。すぐそこに石炭あるんだった。石炭を。腹減りとかやばいな。とりあえずこれで お肉を。石炭結構あるな、ここ。ほう。よかったよ。カカオって、カカオって何に作れるんだ？全くわからないね。カカオだけで何か作れるのか。いや、カカオ食べれるのか、これ。あ、これココアか。コーヒーで。何、水持ってきたら。そうそう。コーヒー。あ、ダメージ受けた。そうそう。で、大丈夫か、錦織。大丈夫だ、問題ない。錦織、いつから髪の毛金髪になったんだ。おとといかな。おとといなのか。ちょっとグレた感じかな。そうそう。ちょっとね。現実逃避レベルで。ちょっと、もうちょっと話しておこうぜ。じゃあ、お肉はここにしまってるやつで全部か。せやね。焼こう。お肉焼いて。水。バケツが欲しいな、バケツ。本当だ。鉄どっかにむき出してなったりしないかな。ないな。とりあえず今回はまあ、いろいろ整えて、次回ちょっと洞窟探検もちょっとしたいな、みたいな。そやな。感じで。今回はほとんど作業ですよ。うん。最初のね、マイクラと最初をね、まあ、マイクラを始めたら、まあ、必ずしないといけない、まあ、一つのですね、大事な作業。まあこの後にしていきたいんやらが。何ここ？暗っ。山の中に、ちょっとしたね、なんだろうこれ。何？
穴というか、なんていうか空洞というか。なんかあった？特に何もない。むき出しになってなかった。鉄はないな。むき出しになってるのはほとんど石炭だな。さて、まあ木材もまあまあ集まったことですし、仮拠点作るか、はい、本当もうただの動物の森とかにありそうなあの住居で作っちゃうよ。いいよ。もう即席のお家をここに建てますか。こう、はい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 。ああ、もう壊しちゃった。劇的ビフォーアフターだ。ビフォーがないけどね。ビフォーある、あるっちゃあるか。ビフォーはね、あの、土とかに隣接した。あれ、石は石、石ちょうだい。石まだ全然ないわ。どこにあるの？閉まってないの？ここにしまうわ。ドア、ドア、ドア、ドア。ドアは贅沢に2つ。贅沢ですね、最初のうちにしては。なかなかの贅沢です。よし、お家が完成しようとしてるぞ。お、じゃあお家できて、今回終わりでいいんじゃないですか。まあそうっすね。まあ、一人で記念撮影して。中身をちょっと。ああ、落ちた。まあね、あの、土に隣接したわけは、まあ中を広くしたかったら、どんどん土を掘っておけばいいんですよ。ひでえな、お前。匠が怒るぞ。あ、爆破してくれたら、もうさらに拍車がかかるっていうぐらい。暴走すれば、ひどいな、これ。動物小屋みたいな。そもそも我々あの建築センスが微塵もないのにさ、木材が大量に集まったところでどんな家を建てれるかって。いや俺はあるって。だからあるの、うん、そのテニスの格好してんのに。うん、あるよ。西区でなめんなもん。よし、見ろ、看板が貼ったぞ。家に見てみろ。おう、これはもうね、看板があるだけでこの家はすごくすごいものに見える。すごくね、あの意味のあるものになる。燃やしたくなるような。いや、そういうことね。ほら、ビッグハウスかっこかり。かっこかり。中に入ってみよう。暗っ。暗いな。おい、閉めんなよ、お前。ほっ。あ、え、あ、ごめん、ごめん。当たっちゃった。体力が全然、体力な全然なかったのか。押された。アイテムを拾え。え、ちょっとまあ、アイテムをちょっと中に移動させましょうか。外にある。これ、聖地なうな。スイッチはどんくらいできた？ほんの少ししか広がらねえよ、この時間では。素晴らしい仮住居。仮住居にしてはかなり完成度が高いんじゃないかな。いえ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 、低いよ、仮住居にしても。じゃちょっと僕はアイテムの中に移しますかな。雑草がね、邪魔くさい。狭いな。ちょっともうちょっと広げたいな。土を掘ればね、広くなるっていうのは魅力なんでしょ。そういうことですよ。これ、ね、こんなにちょっとね、暗かったらちょっといつね、家の中にクリーパーがね生えてきてもおかしくない。生えてくる言い方だ。とこの辺の木ちゃん草。石持ってる？石、石ない。あ、石ちょっとだけある。ちょっと2つほど。ちょっと家の中を広げ、あ、棒がなかったのか。ね、これをね一体いつ投稿することになるのかがわからないんだけど、もしかしもしかしたらあの開けました状態かもしれない。ああ、じゃあ朝起きたら明けましておめでとうっていうとこ。そうしよう、ね、寝よう。今日みそかの定にしよう。そうそうだ、そうだ。もういくつ寝ると。
あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。さあね、このマインクラフトのねワールドもね、早3日経ちましたよ。はい、3日かな、ね、圧倒的に作業のね、あの進まなさっていうね。まあ社員2人だしな。よし、じゃあアイテムの運搬をしちゃおう。最後に俺聖地バスターになりたいからさ。トラップタワーがいるな、 TNT。 よいトラップタワー職人だからね。わな、お前トラップタワー以外の鳥居がないからな。俺はトラップタワーが大好きだ。でもどうやって作るか忘れたんでしょう。そうなんだよ、しばらく前くらいやってないから、どんな風に作ってたことやら。さあアイテムの運搬が終われたと。うん、じゃあね、今回はじゃあこんなマイホームの前でね、マイホーム、このビッグハウス過去カーリってところでね。お前カメラはこっちだぞ。カメラはこっちだぞ。待って。なんでそんなゆっくりこっち見てる。何を積もってたから。まあ更新がちょっとこの上は遅めになるかもしれないけど、まあ気長にね、うん、このビッグワールドをね、開拓したいと。俺の前を動くな。いきたいと思います。じゃあね。ああ、ちょっと。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。と。